相手コート入った時アンカーはバランス取る役割であんまり攻撃に参加しない。トップの位置、あのディフェンスラインの向こう、オフサイドライン、オフサイドエリア、1人が落ちてきたら誰かがオフサイドエリア、ここをうまく使うと崩せる状況って簡単にできるから。ちょっとね、みんなね、さっきの鬼回しもそうなんだけど、一回動き始めたら動き変えないでほしいの。ロンドで大事なのってはっきりするっていうのが大事で、落ち切ってここまで来るっていうね。日本全国の誰もがロンドンを操る日本サッカー界を地域レベルから作っていきたい。生きてるうちに日本のサッカーがワールドカップで優勝する姿が見たい。私たちロンズの活動はゴルフ用品の大型専門店鶴屋ゴルフ、福島県石川町猫鳴温泉、式部の館五つ屋、大阪府吹田市桃山台鈴木歯科クリニック、その他スポンサー様に支えられています。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。1,2,3,4,5 自分入れて5人ということで、今日はね、人数少ないし夏休みなんで多くのメンバーの人がいろいろと予定あってなかなか集まらない、まあ日程もちょっと自分の都合だけで設定させてもらってるんで、皆さんの、ね、あのスケジュールとか加味できなくて申し訳ないなと思うんですけれども、最低限ちょっとね、世の中に発信したいことを今日しっかりやりながら、自分たちのトレーニングとしてやっていきたいと思います。じゃあ今日またよろしくお願いします。ユッティさんと自分、この夏めちゃくちゃ忙しくさせてもらってるんですけど、僕ねこれ脱ぐとここ日焼けしてるんですよ。ここも日焼けしてるんですよ。でこれ脱ぐとね、本当に文字まで見えてんだよね。ならないなあ、たかし、あの本当ね、これ白いから日焼けするのかな。本当ね、こことこことここが日焼けしてるんです。体にスポンサーそうそう、すごいプロ根性だってそうそうそう、もうタトゥーじゃないけどそんな風になっちゃってますまあ自分だけかな、もうちょっと痩せなきゃいけないということで、プロ根性をそういうところで見せてますってことで、じゃあ早速やりましょうか。これ実際の試合の時も、相手コート入った時アンカーはあの基本的には1人ちゃんと固定して、この人はバランス取る役割であんまり攻撃に参加しないのね、うん、で魚釣りに似てんだけど、これ相手コート入りましたっていうね、このゲートに周りのポジション取りながらシュートまで行きましょう。別にこう歩いてもうシュートまで、いきなりスイッチどっかでオンしてね、はい、3回やりましょう。3回、ドリブルもいいからね。アンカーはずっとここで、はい、2回、あと1回、はい3回、ちょっと休憩しながらやろう。休憩したら次ディフェンスやろう。 OK、 じゃあまずやろうはい1回、はい2回、はい3回、自分たちのプレーエリアどこ、攻撃側のプレーエリア今どこだった、うん、だからスペースがうまく使えてないの。だからずっと追い込まれてる状態でプレーしてるわけですよ。でまあこれあの本当はね、ちょっともうちょっと人数多くやりたかったんだけど、今ユッティさん立ってる位置あるじゃん、
一人あそこにいないとね、あのうまく崩せないの。ちょっと高橋ここやって、はい、もう1点、うん、はい、1点入ったよ。いやじゃこれフリータッチだからね。フリータッチだよ、うん。出す方、出す方もしあれ今のユッティさんの、じゃあの外側に出してくれたら、右足、右足に出して、そしたら今もうこれで崩せたの。置いてくれたら今。あー惜しかった、失敗した、どりでもよかったってな感じ。はい、今度は赤攻撃でトップの位置、ね、あのディフェンスラインの向こう、オフサイドライン、オフサイドエリア、あそこをうまく使うと1人が落ちてきたら誰かがオフサイドエリア。ここをうまく使うと崩せる状況って簡単にできるから、あとはフリータッチってのを忘れないで、あとパスセンスだよね。オフサイズだけどね、うん、レイカ立ち位置悪いんで、ちょっと待って待って、レイカ下がって、レイカ立ち位置悪いんで、あのゲート前の6つのポジションのうちのどれ、もしだったらパシーンって入るかもしんないし、うん、立ち位置よくして、あとちょっと待って、止めるのなし、止めるぐらいだったらダイレクトだし、止めるぐらいだったら釣り出し使えばいい、自分でそこで止めるから潰されるのね。そのままこっち側にトラップしてみて、トラップしてレイカを見てみて、そうじゃない、そうやるとレイカのコースなくなっちゃうから、そのままうち、そう、中心線側にトラップして、はい、もう一回やって、で首回してごらん、これね、味方がどこいるかを考えて、わざわざ味方あそこいるのに隠れる方にトラップしちゃってるの。だから味方が見える方にトラップして深さ作りな、で首曲げてごらん、で、はい、もう一回、レイカ、分かってる？分かってないでしょ？はい、分かってないよ、やっぱ分かってないよ。レイカ、タイミング遅すぎん、これ来るでしょ？遅いんです。で、青沼さん走ってパス&ゴーで、もう一回もう一回もう一回、レイカが見えるところでトラップして、ちょっと待って、なんでレイカ一回こっち膨らむの？これ動画で見てたら分かるけど、 なんでこっち膨らんでから回ってくるの？じゃあなんで最初から撮ってない？だから出てくるの遅れんじゃん。最初から撮っときゃいいじゃん、膨らまないで。だから意味がないことをやるから、だから遅れちゃうのよ、タイミングが。そこいればいいじゃん、最初から。はい、ポンで走ってみ、ほら、そういうことよね。とかちょっとダイレクトでやってみようか、ダイレクトで落として、で落としたら走って、あ、もう一回、そのまま走、中じゃなくても外でもいいから走って、はい、来て、はい、ダイレクトで落として走って、はい、こういうのもあるし、レイカがちょんって触ってもいいし、パス&ゴーでボールは止めない、はい、あと1回、はい、オッケー、チェンジしましょう。いきなりあそこ出るかもしれないからね、高橋。で、拾ってやって、高橋。あそこ出た場合、すぐ下ついて拾って。違う、落ちないよ、戻らない。もう一回動いたら戻らないで、落ちて。ごめん。落ちて、戻らないで。いい？ちょっとね、みんなね、さっきの鬼回しもそうなんだけど、一回動き始めたら動き変えないでほしいの。ロンドで大事なのってはっきりするっていうのが大事で、落ち切ってここまで来るっていうね、あの実際の試合はね。で、今日 2-2 だからあれだけど、あの途中で変えない。それさ、一回さ、背後取ってみ、そう、完全に背後取ってみ、走りながら、もうしっかり背後取って、背後取りながら、はい、あのまず高橋の方から動き出し入れて、はい、ちょっと待った、
分かるかな、状況めっちゃ崩せんの。自分がどこ動けば崩せると思う。レイカどこ動けばそこスペースできると思う。背後取って、レイカの後ろ取って。ただしレイカ、あの普通にディフェンスして、背後取るところからどこへ動かせば、こっちが、まあ、さっきと同じシチュエーションつく。そっちから背後取って、そしたらレイカがどんどんそっち動くでしょ。そっち背後取って、背後取って、背後取って、でそのまま落ちてきて、落ちてきて、落ちてきて、はい、こうやってスペース作んので、もう一つは右足に顔出して、右足にこの状態で、はい、背後取って、さっとさっと背後取って、ですぐ出てきて、はいはい、右足出すよ、はいはい、グッド。うん、ユッティさんのその動き利用して、それもある。同じことをやったら読まれるから、だからいろいろ覚えていく。そうそうそう、お、これ同じだ、はい、じゃあこっち、はい、チョン、グッド。そういうこと、そういうこと、そういうこと、でもそういうこと、そういうこと、はい、 OK です。はい、チェンジするよ。こうやって覚えていく、グッドグッド。で、あそこを蛇口って言います。トップのポジション、蛇口、オフサイドポジションをわざと取る。